かつて橋屋の間で伝説となったアルイ・アメミヤロータリーシャンテ、その名器を現代のテクノロジーを注入しリバイバル。海女さん渾身の力作は東京オートサロンにてチューニングカー部門最優秀賞に輝いた。今回はそのマシンがいよいよサーキットに降り立つ。アメミヤシャンテロールアウト。やってきたのはおなじみタイムアタックの聖地筑波サーキット。毎年恒例海女さんが音頭を取るマツダチューニングフェスタの目玉企画としてシャンテがお披露目されることとなった。海女さん、はい、これですね。ついにできましたね。はい、どうですかこれ。もう先日セイクダウンされたそうで、はいはい、ちょっとね、茂原のサーキットはちょっと小さくてちょっとなんとも言えないけどね。ちなみに今これ馬力はどれぐらい出ました？馬力はかなり出てますよと思ったら意外と出てないみたい。どれぐらいですか？いやよくわかんないですよ俺も。まあとりあえず乗ってくださいよ。わかりました、はい、あとですね、なんか僕今日これ以外にもなんか乗らせてもらえるマシンがあるそうなんですが、なんとか一回うちのスリローター D1 から乗ってくださいよ。あれですか、お願いします。乗っていいんですか？どうぞどうぞ。なんか女性が来るみたいで、その時になんか助手席へ乗っけてください。女性とか大丈夫か？僕ね、海女さんがいい。海女さんよ、この海女さん、どうしても海女さんをこのけたいな。いや怖いからダメキャロルの後継機として1972年にデビューしたシャンテ。 360cc の水冷2気筒ツーサイクルエンジンを搭載した軽自動車である。そのシャンテをRE アメミヤ流に大幅にモディファイ。当時の軽自動車としては異例の 2200mm のロングホイールベースに合わせワイドトレッド化。流行の丸みを帯びたオーバーフェンダーとは一線を画すエッジの効いたフェンダー。タイヤはアドバンネオバ。足回りも現代パーツで一新。アーム類は主に SA22C を流用。フロントサスはクアンタムベースのスクートオリジナル。リアサスはスーパー GT で使っていた FD のフロント用を移植。デフはファミリアロータリー用を流用している。エンジンは 13BNA のペリ加工で200馬力オーバー。当時の雰囲気は残しつつもすっきりとまとめられた室内。軽自動車だけあってシート感はかなりタイト。ミッションは SA22C の5速でメーターは AIM のストラーダ。ではいよいよ谷口初転がし。昔漫画で読んだメカドックで読んだ本に乗れるこれテンション上がるもん。上がるよ。漫画や雑誌でしか見たことがない伝説のマシンに乗れる日が来ようとは。ロータリーの乾いた音を響かせシャンテ発進。軽い。第一印象もう車が軽い。クラッチのつながりとかこの一速ギアの動きとかね、なんかいいよ。この軽快な感じ、やべえ、なんかちょっとワクワクする。でもこの結構ブルブルとエンジンの振動がすごい来るな。だからエンジンマウントが結構リジットなんだろうね。細かな調整よりとにかく走ることを優先させたため多少あらはあり、中でもハンドリングに癖がある模様。確かにこれハンドルの遊びが結構ある。かなりハンドル切らなきゃダメだ。
タリンサウンドが気持ちいいね。様子を見ながらの走りだったが、一発目としては十分な1分7秒9。谷口、初乗りの感じはどういう？ステアリングギアボックスと、このミッションのギアレシオ、そして LSD のもうちょっと強化すれば、もっともっと楽しくなるな、これ。デフは現場ではいじれないので、ギアの車高を下げて荷重が乗りやすいようにして内輪の接地性をアップ。これで7秒台前半までこぎつけた。どうですか？一言で言うなら、かわいい。どういうところがかわいいですか？まあコンパクトな感じと、乗るとやっぱりね、まず車が軽快、ビシッと決まってる感じ全然ないけど、まだでも乗っててこれ可愛らしいなって思う。愛おしい。さらにギアダンパーなど細かい部分を調整し、再びアタック。ではその走りをオンボードフルプレイでどうぞ。
ばしい。この車シェイクダウンで6秒4ですよ。速くないですかこれ。これはね、ちょっと俺の予定8じゃ勝負ならないな。結構攻めてませんでした。攻めてるよ、ね、攻めるとね、この辺から引き渡りが来る。そう、引き継ぎまくるんだね、多分モノコックが。これでもいいタイムじゃないの。ああ、いいタイムでしょ、6秒4なんつったら。